トーマス・ミッチェルはアメリカ合衆国の俳優、劇作家。1892年にニュージャージー州エリザベスのアイルランド移民の家庭に生まれる。地元のデイリー・ジャーナルの新聞記者から劇作家となり、1913年には俳優になることを決意する。名優チャールズ・コバーンとの出会いにより、シェイクスピア作品で舞台経験を積み、1916年に ブロードウェイで俳優としてデビューする。その後、自作がブロードウェイで上演されたのをきっかけに、自ら演出も手掛けるようになる。フロイド・ディールと組んで何本かの脚本を書き、その中の作品、リトル・アクシデントが1930年に映画化されたのを機に、脚本家として映画界に入り、フレドリック・マーチ主演の私のすべてをはじめ、いくつかの脚本を発表した後、 コロンビア映画社と契約、映画俳優として1936年のクレイグの妻でデビューする。その後も失われた地平線やハリケーンといった対策に印象的な脇役として出演。そして1939年には駅馬車の飲んだくれのブーン医師を演じてアカデミー助演男優賞を受賞したのをはじめ、スミストへ行くの新聞記者。 コンドルのリチャード・バーセル・メスと対するパイロット、風と共に去りぬのビビアン・リー・フンするスカーレット・オハラの父親、といった湧きながらも重要な役を演じ、俳優としてこの年は当たり年となる。以降も小柄ながら、堂々とした押し出しとアイリッシュ系の味わい深い演技で映画、舞台、テレビと息の長い活躍を見せた。テレビでは1952年度のエミー賞の 主演男優賞を受賞。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームには映画分野とテレビ分野で星を持っている。また刑事コロンボを演じた最初の俳優としても知られる。1953年には主演舞台ヘーゼル・フラグでトニー賞ミュージカル主演男優賞を受賞し、アカデミー賞とエミー賞と合わせ3つの賞を受賞した最初の俳優となる。1962年の舞台。 殺人処方箋で、ジョゼフ・コットン演じる犯人を追い詰めるコロンボ刑事を演じ、主役であったコットンを送ってしまうぐらいの人気ぶりだったという。同年12月17日にフィラデルフィアの公園先で倒れ、ガンのためビバリーヒルズの自宅で死去した。ウォルター・ブレナンと並びハリウッド黄金時代の名脇役として活躍したが、その死生活はあまり知られていない。ありがとうございます。